BMW は11月24日、2ドア2シーターの高性能クーペ 3.0CSL を欧州で発表した。BMW M の設立50周年を記念し、世界限定50台を生産する予定だ。BMW M 社の前身となる BMW モータースポーツ社は、1972年5月24日、BMW の技術と情熱を結集し、モータースポーツ活動に本格的に取り組むために設立された。今年で創業50周年を迎えた。設立された年の1972年に発表されたのが、オリジナルの BMW3.0CSL だ。翌1973年にはニュルブルクリンク24時間耐久レースで勝利を収め、その輝かしい歴史をスタートさせている。今回、欧州で発表された BMW3.0CSL は、BMW M の創業50周年を記念し、50年前の 3.0CSL を最新のテクノロジーで再現した限定モデルだ。クラシックなクーペのプロポーションとフロントエンジンに後輪駆動、マニュアルトランスミッションを組み合わせた伝統的な車両コンセプトを備えており、歴史的なオリジナルの 3.0CSL のルーツをたどっているという。M ツインパワーターボテクノロジーを採用した 3.0 リットル直列6気筒ガソリンツインターボエンジンは最大出力 560HP、最大トルク 56.1kgm を発生する。強烈なドライビングプレジャーを追求するために6速 MT と後輪駆動を組み合わせた。このエンジンは7200 RPM まで許容する。